じゃあ次は白川湖、うん、にそう行きますか。決めましょうか。うん、すごい、いろりがあって、おそば、おろしそば、今日はタカさんとシェアします。牛丼、いただきます。飛騨牛ステーキ美味しかった。柔らかかった。うん、美味しかったな。すごいジューシー。みんなそば食べるやろけど、だいたいこういうところってそばかうどんやね。そうやね。着いた。すごい吊り橋ではないんだけど、コンクリやけどこのたるみがちょっとすごい。すごい揺れるかな。揺れてる。でも揺れる橋ほど強いから、面白い、うん、すごい。風が、うん、お、揺れる。めっちゃ揺れた。真ん中揺れるね。結構大きな川を隔てて、なんか村が広がってます。うん、これそうじゃん。これなんか毎年放水樹？あ、やってるな。火の用心みたいなやつ？はあ、なんか見たことある。へえ、なんか団子食べたいね。おいしんぼ。五平餅、みたらし団子。みたらしやな。いや、あんこがええ。あんこがええな。あんこがね。汁団子。なんかさ、ゲストハウスとか、なんか旅館、民宿みたいなのいっぱいあって、すごい、ね、いいよね。お土産屋さん、飛騨牛、あ、椎茸、うわ、出た。山行ったら、うん、あるね。長谷わさびそら豆あんで。わさびそら豆、まだ言うんだけど。居心地悪い。カレーのいい匂いする。めっちゃ低い。低いな。すごい、こんなんもあるんや。高いところもあるけどね。こことか、これ住んでるのかな。住んでるんだ。なあ。山の？アユ？何？めっちゃでか。すごい、養殖してるの。すごいやつ。ヤフディ。
すごい。金がある。結構高いところにあるね。すごい。お寺でこんなん。草生えてきてる苔とか。すごい。なんか朝顔をかけてグリーンカーテンみたいなしてる。へえ、綺麗やね。夏は。どういうこと？石遺産。石遺産。うん。うわあ、綺麗。うん。でも想像以上に綺麗やった。うん。